写真拡大。日本ハム 2-0 オリックス8日札幌ドーム。日本ハムの金星一大投手が8日本拠地オリックス戦に先発。圧巻は2本の安打と四球で2死満塁のピンチを迎えた3回。追い込まれて変化球が多い意識があったと思う。甘くなりましたが気持ちで投げ込みましたと小島を143キロ直球で空振り三振に仕留めた。これでオリックス戦は6試合に先発して4勝目。失点は32イニングを投げてわずか2点で今季初登板となった3月30日札幌ドームの3回から30イニング連続無失点というキラーぶりだ。狙い球を絞ったりしていると感じましたが、それを考えると相手本位になるのでしっかり投げて勝つことに重点に置きましたと自身の投球スタイルを貫いた。栗山英樹監督も聞き迫るというか、初回からいつも以上に何とかするんだという気迫があった。どこまで引っ張るか悩んだくらい。球数が言っていたので変えたが、素晴らしいピッチングだったと91球の投球内容を絶賛した。金子にとって札幌ドーム初のお立ち台。なかなか札幌ドームでいいピッチングができず、今日こそはと思って臨みましたと4万人の前で胸を張った。さらに清宮幸太郎内野手の7号ソロについて振られると、2回の守備でマウンド上のフライを追いかけて転倒した場面に言及。序盤の守備で僕の近くでいいこけ方をしていたので、今日は何かしてくれると思いましたと爆笑を誘った。その清宮のプレーについて改めて問われると、上がった瞬間、サードだと思いましたが、横からすごい声を出してきて転んで、危なかったです。笑みをこぼしながら振り返った後で、それだけ一生懸命ボールを追いかけていたということ。そこは彼の良さでしょうとフォローすることも忘れなかった。優勝を求めて新天地に移籍したシーズンも残り14試合。目の前の試合を一生懸命戦うことが大事。任されたところでしっかり投げて勝ちに貢献できるピッチングを第一に考えたいですと力を込めた。石川かな子。かな子石川。